こんにちは一瀬です実はのこの週末にですね変化をもたらす女性の力杉並区の実践に学ぶというねこういった公開講座が福岡県の方でありましてそのセミナーに、まあ、私もね一リスナーとしてもう単なるね聴講生として参加させていただきましたので今日はねそのお話をしたいというふうに思っております。 でその前にね、きの6月9日は天皇皇后両陛下の31回目のご結婚記念日ということでね、あの本当におめでとうございますと申し上げさせていただきたいと思います。 長い間ね、ね変わることなく本当にねあのプロポーズのときのお言葉をお守りになられてご家族をね大切になさっていらっしゃる近所陛下にも本当にこうぶれないね心の大切さを学ばせていただいておりますが、まあ、それとともにですね、えー、これからもどうかいつまでもね仲むつまじいお姿を拝見させていただければというふうに思います、えー、そして同じくね昨日は安芸高田氏のね石丸市長が退任ということでございました。 まあ市丸前市長はね、えー、東京都知事に、まあ、次ねチャレンジなさるそうでございまして、えー、このよ4年間ねいろいろと本当に戦いの連続でいらっしゃったと思いますがもう都にも各にもね SNS を活用して、まあ、地方政治といいますかね地元議会にあれだけね全国のネット民の注目を集めたことはやはり素晴らしいね貢献だったのではないかというふうに思っております。で私も丸市長に関してはですね 結構なんかバズる前にあの石丸市長がねもともと三菱 UFJ のね、えー、銀行員でいらっしゃったというねそういった経歴がありでそれがあの小室圭さんとね、えー、同じということでして。 まあ忖度なしでねいわゆるコネ入社なしの,、まあ、あの本当にねこうエリートとあとなんか小室圭さんの違いみたいなちょっとスペックの違いみたいなところね比較させていただいたんですけれども、まあ、秋高だ市でのねあの、まあ、政策に関してはまあいろんなねご意見があるというのは分かっておりますので、まあ、私個人のね感想はちょっと申し述べるのは控えさせていただきますけれども、まあ、いずれにしてもですねやはりあれだけね地方議会を盛り上げたというのはあの素晴らしいことだったんじゃないかなと思います。 というふうに思っております はい。ということでね、まあ、女性の力ということなんですが、まあ、杉並区にね、お住まいの方はご存知だと思うんですけれども、えー、杉並区は2022年の6月に、まあ、初めてね、女性の区長が誕生されまして、まあ、それを契機に、えー、2023年4月のね、統一地方選挙でも、えー、杉並区議会の48議席あるみたいなんですが、その48議席のうちの24議席ですね、半分が女性議員になったというね、本当にこう、議会のジェンダー平等を達成 したというね珍しいことになっておりまして、まあ、これがまあ珍しいという、ね、このレアケースであることがまずね日本の問題だと思うんですが、まあ、その事例を聞いてねあの私も何か今後の活動のヒントになればと思い、まあ、それで参加申し込みをねさせていただいておりました。 ただ、今日のお話というのは今やっております署名活動とは、まあ、全く無関係に、まあ、私個人の関心事というかね、まあ、私個人の活動ということでして、まあ、この講座を聞きに行ってなんか署名のことを、ね、宣伝してこようとか,なんかセミナーの主催者の方に、ね、賛同してもらおうとかあるいはまあ署名活動に関して、ね、特定の政党であるとか,なんか派閥に属しましょうとか、まあ、そういう意図は一切ありませんので、えー、あらかじめご了承いただければと思います。 でまあ、もう一つ参加理由を申し上げますと私ねあの大昔なんですけど20代の頃に実はあの杉並区のね神荻というところに住んでおりましたのでなんかあの杉並区がみたいな感じでねちょっとなんか懐かしい思い出もありましたのであのねセミナーを聞いてみようかなというふうにね思った次第でございます。 でまあ,あの単純にね本当にこう一リスナーとしてねあの聞いてきたというだけなんですけどでもやっぱりねあのそういういう頑張っている女性のお話とかを聞くと結構、勇気をねもらえるんですよね。で私も結構なんか あの署名活動を始めていろんなことがあって少しちょっと落ち込んだりもしてたんですけどでもなんかちょっと元気が出たなというようなことで、まあ、今日はね皇室問題とは直接関係ないんですけど、まあ、このお話を共有させていただきたいというね、まあ、ただそれだけの思いでございます。なのでまあセミナーを聞きましたというね、えー、ただの感想の動画ということになります。 まあ、そのような形だったんですけどなんかセミナーの後ですね講師の,あの内田翔子先生という、ね、方が講師でいらっしゃって、えー、その内田翔子さんとあのお名刺の、ね、交換をさせていただいて、まあ、本当に簡単になんですけどお話もさせていただけてですね、で私もあの会社経営の傍らね、YouTube の活動もやっててでジェンダー平等に関心があってで特に皇室問題に関してもなんか女性だから、ね、天皇になれないというね、まあ、そういった法律にも疑問で でまあ、署名活動なんかもしてるんだけど、まあ、それはそれでこう攻撃を受けたりとかしててなんかどうすれば日本もねもっとジェンダー平等の世の中になるんでしょうかみたいななんかそんなお話をさせていただきましたところもうなんかそのジェンダー平等に関しては時代の流れがねもうそうなってるから。 ジェンダー平等に向かう流れだからもうそれは止められないですしあのネットの、ね、攻撃はもう本当にいろいろ来るからもう見ない方がいいという、ねまあ、そういったあのアドバイスをいただきそしてなんか少し、ねえー、元気を取り戻しているという、ねえー、そんなところなんですね。 学んで、まあ、署名活動にしてもですね、まあ、YouTube のこうした配信にしても、もうとにかくあのいずれはですね、えー、世の中が動くと信じて、まあ、やるしかないというね、えー、こういった気持ちでおります。えー、そして講演のね序盤でもあのセミナーの時にねおっしゃっていたんですけど、この女性の首長であるとか女性議員を生み出す方法とか。 であるとか、まあ、選挙にね無関心な有権者に関心を持ってもらったりとか,なんか投票率を上げるための特効薬とかですねもうこうすれば絶対いけるとか,かこうすれば劇的に良くなるっていうのはもうないというふうにねおっしゃってあって私もお話を聞いててね本当にこう地道な草のね活動がついに実ったという,、ね、もうそういうことでしかないと思うんですよ。 で今の皇室問題に関してもやっぱりその選挙活動の、ね、ああいったお話と通ずるところがあるなと思っててう無関心な人たちにどうやって関心を持ってもらえばいいだろうってね、思うんですけどもう本当に特効薬っていうのはなくてもう本当にちょっとずつちょっとずつね、日々の活動の積み重ねでしかないのかなというね、まあ、そんなことを思いながらお話を聞いてたんですね。 はいといいいとととううようなことでお話を続けていきたいと思います、えー、今回ねお話をされたのが、えー、内田翔子さんという方でね「あの聖子」と書いて「まあ、翔子さん」ってね読むみたいなんですけれども、えー、この方が、えー、岸本聡子杉並区長の、えー、選挙対策部長ということでねまと、あ、もに選挙戦を戦われそして今も、えー、この岸本区長の、えー、事務所のね、えー、事務局長でいらっしゃってで、まあ、それあそれ そういった活動をなさりながらアジア太平洋資料センターというところの共同代表もなさってらっしゃるという方なんですね。でお写真はちょっとねあの肖像権がありますので配布された資料からご紹介をさせていただきますと,、えー、っとこの方がですね杉並区長の岸本智子区長さんですね。 えそして、えー、公園にね、えー、いらしていただいた、えー、その選挙対策部長さんが、えー、このですね内田翔子さんという方でねこののお写真の方ででございますで、えー、2022年の6月の杉並区長選なんですけど、まあ、岸本さと子さん当選までのエピソードがね結構面白かったので、えー、今日ねお話をさせていただきたいと思います。 で杉並区にはもともと杉並区民の有志の方で、えー、結成されておりましたなんか住民思いの杉並区長を作る会っていう,、ね、こう,いう区民団体というのがあって、えー、なんかそれ結構緩い団体だったそうなんですけどもともと内田祥子さんがその団体で活動されてたそうなんですね。で2022年ののの選挙の前の、えー、前回も立候補 擁立してそして選挙戦を戦ったそうなんですけどまあその時は、えー、現職にトリプルスコアで負けたそうなんですよなんで2022年の前の選挙なんで2018年の選挙ですねまあその4年前から、えー、活動されてたというようなことでございます前回はねあの田中亮さんという方がねもともと区長をされてあってで2期ねもうお勤めだったそうなんですよねその2018年の選挙の時点で2期お勤めでいらっしゃって で現職だった田中亮さんがなんか7万票ぐらいね取ったところ、えー、前回の擁立候補は2万票ぐらいしか取れなくて、まあ、得票差がいわゆるまあトリプルスコアということで、ねまあ、3倍開いておりましたということで、まあ、その時は負けましたということだったんですね。で田中区長が2期目終わりの選挙でね当選されましたのでそのまま3期目お務めになられてで3期目の任期満了のこの区長選で今回当選された岸本智子さんがまあ立候補されて。 で当選されたとというこななんでですねでなんかこの時もですね実際勝てるとは思っていらっしゃらなかったっぽくて、まあ、前回がトリプルスコアで負けてるので今回はまあせめてダブルスコアまで行きたいねというようなことで相手がまあ7万票を取るんだったらこっちはまあ3万5,000票は行きたいねぐらいの感じだったそうなんですけど。 なんかですねそれでも選挙戦をやってみたらなんか二日目くらいになんとなくねあれこれはねいけるんじゃないかみたいなね、まあ、そういった手応えがあったということで、まあ、実際にはですねなんと、えー、180票差で、えー、岸本聡子さんの方が当選したというね、えー、ことなんですよで実際の票数がですね岸本さんが、えー、76,743票で、えー、田中さんの方が76,556票でもうこれなんか 得票率ででうとポイント差らしいんですよだからすごいまあギリギリではあるんですけれどもあの岸本佐藤国長が、ね、当選なさったということで,で、まあ、これが選挙ですからねもう本当に僅差ではあるんですけど、まあ、勝ちは勝ちということです、まあ、すごいいが起きたととうことなんですねちなみに杉並区は人口が57万人でその中で有権者が47万人ということなので、まあ、投票率は決して高くはないんですよね。 ないんですけど、まあ、この時の選挙に関しては得票率が前回の選挙よりも5ポイントアップしたということなので、まあ、それだけねそしてなぜ、ね、今回岸本聡子さんが立候補なさったかといいますと岸本さん実はねあのそれまでずっとなんかあの海外にいらして20代前半からずっと海外でねヨーロッパの方でお過ごしだったそうなんですよね。 そして転居対策本部長の内田翔子さんとは、まあ、それぞれなんか NGO の、ね、お仕事の関係でなんかあのもともとお友達関係で、ね、ご縁があって。 でまあ、そのこととは全然別にあの内田翔子さん側が2022年の6月に、ね、あの杉並区長選があるということで、まあ、前回はトリプルスコアで負けたけれども、まあ、それでも、ね、チャレンジしないと前に進めないということで内田さんはなんかその住民思いの、ね、杉並区長を作る会で今回も立候補者を立てようということになっていたそうなんです,、ねまあ、なんですけど、まあ、その時点では立候補してくれる人が全然見つからないという状況だったそうです。 でまあ、これはと思う方に打診しては断られみたいな打診しては断られということが続いててで2022年の1月30日にこの住民思いの杉並区長を作る会で、えー、候補者を立てますよねその発足集会をしたそうなんですけど、まあ、その時点では誰がっていうね誰が立候補するんですかっていうその、えー、立候補する人は決まってないけどでももうなんか立候補者立てますでねその発足集会だけはやったというようなことで。 ま誰が出馬するかわかんないけどとにかくやるみたいなね、まあ、そんな話を聞きましてねもう本当にこういったねお話を聞くだけでも、まあ、すごい行動力だなぁとね思うんですけど、まあ、その後もその立候補者のね擁立に難航してて結局その選挙は6月だったんですけど まあ3月3あの20日ごろに、まあ、当時まだ、ね、ヨーロッパにいらした、えー、岸本聡子さんに打診をしたところ、まあ、あの2人とも無効密な性格でというふうに、ね、おっしゃってたんですけど、まあ、多分こう日本の政治とか、ねまあ、世の中を変えたいという思いをお互い、ね、抱いていらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、まあ、1週間ですね、えー、岸本さんが考えさせてくれというようなことになったそうです。 でもこれって岸本さと子さんの人生を、ね、大きく変えることになりますしやっぱり現地での、ね、生活であるとか、まあ、ご家族も一旦置いて,そして選挙活動に、ねえー、まあフルコミットというか身を投じるということになりますので、まあ、1週間というのはなんかこの、ね、人生を左右する決断をするにはすごい短い期間だったんですけどでも3月末にはまあ出ますというふうに、ね、お気持ちを固められてで、まあ、4月の頭に日本にご帰国されて。 で4月24日に立候補の意思表明をするというねなんかすごいスピードぶりでして、まあ、しかも結果ね当選するということでなんか,わずかね3ヶ月の間になんかヨーロッパから杉並区の区長になるというね、まあ、そんな人生あるみたいなねご本人もすごいなんか驚きだったんじゃないいかと思いますよねでもこれってやっぱりポッと出てポッと当選なさったわけではもちろんなくて。 思いますのは前回もダメだったけどやっぱりチャレンジをね続けたことで、まあ、落選した過去からの積み上げというかねいろいろこう学んだところもあると思いますし、まあ、そういうですねあの、まあ、住民の方々への働きかけとかですね意識の喚起とか、まあ、そういったですね4年前からのいろんな活動が実を結んだというかね、まあ、そういう積み重ねがあったからこそだと思うんですよね。 あとは、ね、野党からの推薦が結構あったそうで立憲民主それから社民と日本共産党令和それから緑新社会党杉並生活ネットワークなどが、まあ、推薦に回ってくれたということなんですね。さあそして実際の選挙戦なんですけれども3名ね立候補されてまして、まあ、お一人目が現職のですね田中元区長ですねこの方が4期目を目指すということで,でもう一方いらっしゃたんですね。それと まあ、岸本聡子さんということでございまして現職から見たらねもうこの前までね外国で暮らしてたなんかポットでのね女性がなんか戻ってきて立候補者みたいなことになってるわけですからまあ言ったら黒船来週みたいな感じだったと思うんですよね。 あでもヨーロッパだからまあリーフデー号がやってきたみたいなね、まあ、そんな感じですかね。なんでいわゆるまあ杉並生まれ杉並育ちみたいなねこう地盤をすごい持ってますみたいなこう地域密着でねやっておりますみたいな方からしたらなんか杉並のことを知らないくせにみたいなね、まあ、そんなところで責められたりですとかあと岸本さんご本人もね結構あの日本の選挙のなんかカルチャーギャップみたいなのがすごかったみたいで。 なんか選挙活動でねよく朝7時ぐらいから駅前とかに立ってでなんかあの道行く人にですね通勤する人に「いってらっしゃいませ」とか言って声かけたりとか「なんかあれは何の意味があるんですか?」っていうことで「できればやりたくありません」みたいなねそんなことをおっしゃったりしてなんかすごいこう古いねあの選挙のやり方を熟知してるような古参のね、えー、選挙メンバーからは「A、えー、みたいになったりとか。 まあそういったことを内田さんが間に入って調整に回るとかね、まあ、そういったもろもろもあったそうなんですけど、まあ、逆に岸本さんは海外の、ね、事情をよくご存知だったので、まあ、そういったところでのアピールであるとか あとはまあ住民の方との対話を非常に重視するというねそういった選挙活動を取られたそうですよくね選挙期間中に立候補者の方がねこう自分の名前とか政党だけを連呼しながら選挙カーでねこう街を練り歩いたりとかあとなんか演説なんかでも一方的にこう話すことがねほとんどだと思うんですけれども岸本さんは住民との Q&A っねあの質疑応答というのを重視されてなんか皆様からの 杉並区に関するご意見とかですね質問に答えていくというねそういったスタイルを重視されたそうですえそんな中でね出てきたのがあるシングルマザーの方で修学旅行のね補助金が当時まあ3万円ぐらいね杉並区から出ててでこれは貧困家庭向けだけなのか、まあ、それとも ねあの学生さんみんなに出てたのかわかんないんですけど、まあ、それがカットされそうなんですとかいう話で、まあ、そういう,こうご自分たちもね知らなかったようなその、えー、暮らしの問題みたいなねことを住民の皆さんの声を聞くことで、えー、まあ住民の皆さんからの、ね、理解を集めていくというねそういった活動をされたそうなんですね。でこの 聴衆の方への問いかけっていうのは私もすごい効果があると思っててすごい前なんですけど私もなんか起業してからしばらくの間はですねなんかあの女性起業家としてちょっと話してくださいみたいな感じでなんか講演とかさせてもらってたことがあるんですよね。 でその時すごい体感したんですけど一方的にやっぱり話すよりかはあの聞いてる人に問いかけながらですね、まあ、時々はなんかもうあの席に座ってる方にですねどう思われますかとかこういう時どうされてますかとかなんか会場に問いかけながらやった方が、まあ、絶対こう聞いてもらえるんですよね。眠りり防止ににももなななますしなんんかかこうあのの講演序盤でねあの皆さんにもこう質問を、ね、投げかけながら 今日、ね、お話しさせていただこうと思います」みたいな感じで始めたら結構みんな,なんかちゃんとシャキッと聞いてくれるんですよねあなんか質問されたらあの答えなきゃいけないみたいな,なんかそんな緊張感が会場にこうあのピリッてなってですねで結構聞いてもらえるというのがあったんでやっぱりこう自分があ,のああしますこうしますって一方的に話すよりかは「あの皆さんねお困りのことないですか?」とか言ってでそうやってこうみんなの声をね 拾い上げていくというのは、確かにすごくね、効果があるというふうにね、私も思いました。あとね、これはすごい面白いと思ったんですけど、住民思いの杉並区長作る会っていうね、この支援団体の方がいらっしゃるじゃないですか。そのメンバーの方が、なんかサンドイッチマンみたいな感じで、杉本さんのね、ポスターが貼られた。あのプレート、体の前に下げて、ええ、きまに立つというね、その活動をされたそうなんですよ。で、これはね、義務でもないし、なんかシフトでね、あの、かっちり決めて。 こういういうにやりますっていう感じじゃなくてそのポスターをねあの体にプレートみたいに下げて駅前に立つんですけどその時にこう道行く人にね「あのよろしくお願いします」とか言って声をかけてもかけなくてもいいっていう感じで、まあ、好きな時に好きなだけね好きな場所にただ立つというねなんかこのゆるい感じがねすごい女性らしい活動じゃないかなと思ったんですよね。 やっぱり女性ってね選挙応援なら選挙応援だけにねこう朝から晩までフルコミットできないじゃないですかやっぱり夕方になったらあの晩ご飯作りねいた家に帰ったりとか、まあ、家族のこととかね家のこともやりながらの、まあ、支援活動をしている方も多いと思うので本当にできる時にできるだけっていうねこの協力の仕方だったら何な,ならね10分間なら10分間でもいいですっていうような感じだったらそれなら私もねできますっていう。 方が増えたんじゃないかなと思うので,、ね、ですごい面白い取り組みであると同時に、まああのの効果的なななねあの活動だったんじゃいいいかなという,ふうに思います、まあ、そんなこんなでねこうした活動が実を結び、まあ、そして多分杉並区民の方もねなんか現状を変えたいとかね本当にこう新しい風をね起こしてくれる人に、まあ、あの未来を託したいというねそういう気持ちもあったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、無事ね、えー、岸本さんがご当選ということになりました。 まあなんですけどもそこでもね、ねもちろんこうめでたしめでたしとはならず、まあ、今度は議会とのギャップということが始まりまして、えー、岸本聡新区長がね出席した議会を傍聴した、まあ、住民の方々がですねあの議会というのはこんなにひどいのかというふうふにね思うに至り、まあ、要はあの秋高田市の議会バーサス石丸市長状態になってまして。 もか今度はな何かですよねで2023年4月の統一地方選挙で女性の、ね、区議会議員を送り込もうということでまたこのね杉並区議の立候補者を擁立してそしてそれをね応援するというねそんな取り組みをなさったそうです。 でこの時にはねもうとにかく目立とうということで、えー、党派にかかわらずということでねまたあの前回と同じねあのサンドウィッチマンのようなあのパフォーマンスをなさるんですけど、まあ、同じデザインのポスターを、えー、体の、ね、前後にかけてでみんなでねこう横一列で、まあ、女性候補者がねあの政党とかも無関係に横一列でね街頭に立たれたりとかあともう本当にそういう形でね協力して選挙戦を戦われたことと そして岸本区長ご自身もねご自分の選挙戦は皆さんにね応援してもらったからということで今度はあの区長自らねもらサンドウィッチマンになって街頭に立たれてね選挙活動を盛り上げるといった行動をねなさっていらっしゃいましたでもちろんこの時はあの区長としてのねお仕事が終わって、まあ、夜ね、ね立てる時間だけ外に立つというねそういったパフォーマンスをされていたんですね。 でこの結果なんですけど杉並区議の48議席のうち、まあ、女性が24人当選なので、えー、議会の、ね、男女比率が、まあ、約半々になりましたということでね、えー、そして、えー、新人の15名が当選してで現職12人が落選とということなんですよで当選した方の、えー、上位15名では、えー、10名が新人ということでもうかなりの議員の数の、ね、入れ替えに成功されたということなんですね。 だからこれ本当にすごいなと思っているんですねということでね杉並区初の女性区長が誕生してでその後のね統一地方選でこの区議会議員のね議員の男女比率さえももう半々になりましたということで、まあ、すごい前進をなさったんですけどでもなんかまだまだねこう旧体制との方々との戦いみたいなのが続いているということなんですが。 本当はね日本の人口比率で言ったらもう男性女性ねほとんど同じ人口で、まあ、女性の方がね結構あの長生きなので、まあ、なんなら女性の方がちょっと人口多いぐらいなんですけどなんでこの割合で普通に考えると、まあ、男女ね同じ数の議員が議会にいるというのが、まあ、自然な形だと思うんですけれども、まあ、それがね本当に政治の世界ではものすごくあの男性にね偏っているということで、まあ、これがね、えー、問題ですよねというようなことですよね。 他の自治体でもね杉並区のように、えー、このようにねこうジェンダー平等みたいなねこう男女半々みたいな流れが、えー、続いていけばいいなというふうに思いました。 今日はね皇室のお話とは全然関係なかったんですけど今まあ皇位継承問題でね本当に国民の声を全く聞く気がない政府の対応に非常に閉塞感をね感じておられる方も多いのではないかと思い私がねあの聞かせていただいて元気をいただきましたので今日はねちょっとこのお話をさせていただきました。 本日の動画は以上となります。えー、なお、ただいま、としのみや愛子さまの立体師を目指す皇室転搬改正を希望する署名活動を行っています、えー。開始から10日間で3000人の皆様にご署名をいただきました。本当にありがとうございます。署名期間は現在のところ8月31日までとなっております。概要欄に署名ページへの URL を記載しておきますので、ご賛同いただける方はぜひご署名をお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。